はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん。はい、レーシングミク、あ、ごめんなさい、フィグマレーシングミク2015年バージョンです。はい、以前にネンドロイドの、こちらのミクさんレビューしましたね。はい、そちらの方のフィグマバージョンです。はい、やっぱりスポンサー限定で、8000円、1万5000円などのコースから一つ選んで、もらえるというやつですね。はい、なかなかお値段が高いです本日はこちらのレーシングミク2015年バージョンレビューしたいと思います。はーい、バシアとミクチャンネル。はい、それではまず外箱の方から見ていきましょう。まず前面にフィグマの、レーシングミク2015年バージョンが大きく映ってますね。はい、で横の面を見てみると、あら、可愛らしいなかなか良さそうですね。はい、で裏面がこんな感じ。おっと、パラソルがついてるみたいですね。あー、なるほど。ネンドロイドの方のミクさんにもパラソルはついてたんですけども、パラソルを展開した状態は残念ながらついてませんでしたね。はい、旗はついてないかな、フラッグはついてなさそうですね。はい、じゃあ、横面がこんな感じ。うん、可愛らしいですね。良さそう。では、上の面と、こちら下の面になります。はい、じゃあ早速、中身の方確認していきましょう。はい、中身の確認をする前にですね、まずこちら、ラバーキーホルダーの方をレビューするの忘れてました。ごめんなさい。今回はですね、フラッグを持ったミクさんが、手に入ります。はい、フィグマの方はこちらの方の、ラバーが手に入ると。はい、なかなかやっぱりいい感じですね。はい、こちらがネンドロイドで手に入る、ラバーキーホルダーで、こちらが、フィグマで手に入るラバーキーホルダーですね。どちらもいい感じですね。はい、僕はどっちも好きです。まあ、あえて言うんであればこっちですかね。こっちの方がちょっとかっこよさがあります。こっちは可愛さがありますね。はい。うん。まあ、どちらもいい感じ。はい。では、中身の確認していきたいと思います。まずはこちら、台座と、手首パーツになりますね。手首パーツは、全部で、2組プラス1ですかね。はい、本体についての合わせて3組プラス1って感じです。あー、なるほど。握り手なんかもついてますね。はい、はい、でこちらパラソルと、シールドになります。ですね、裏面を見てみると、こんな感じになってて、なかなか手の込んだ塗装だとか、モーションがありますね。はい、なかなか良さそう。結構かっこいいですね。はい、うん、なんかガンダムがこんなシールド持ってても違和感なさそうですね。はいで、パラソルなんですけども、ちょっとカメラ越しでは分かりにくいんですけども、クリアパーツでできてます。はい。多分、パラソルの、ね、形を作ろうとして、多分こうなったんでしょうね。はい。うん、なかなか良さそう。はい。これはいいですね。僕、結構好きです。はい。で、こちら、パラソル展開バージョンが、フィグマにはついてきます。はい。これ、でっかいんですよ、なかなか。僕の手のひらとほぼ同じぐらいの大きさがあります。はい。でかいですよね。で、こちらの、展開したパラソルの方にこちらの棒を差し込んで、ちょっと。これでパラソルが展開します。はい。あ、こんな形してたんですね。悪くない。かっこいいですね。はい。よいしょっと。こういうパラソルだったら僕欲しいかもしれない。はい。はい、ではこちらフェイスパーツが一緒につきます。ですね、ちょっと見た感じ、パッケの方の比べるとちょっとね、色が薄いような感じがしますんで、しますね。はい、まあ多分個体差と思うんですけど、まあこれのままでも全然問題はないでしょう。はい、はい、でこちらフィグマレーシングミク2015年バージョン本体になります。はい、やっぱりかっこいいですね前だけ見るとすごくナイトっぽくてすごくかっこいいんですけども、やっぱり後ろを見るとですね、フリルがついてて可愛い感じがします。はい、うん、この可愛さとかっこよさどちらも持ってるのはなかなか珍しいと思うんですよね。はい、うん、可愛い。細かく見ていくと、まあこんな感じですね。はい、うんうん、腕はやっぱり普通のフィグマと同じように動くので、はい、悪くないですね。はい、肩のゼロ位置とかはないんですねで、足の方を見てみるとちょっとセクシーな感じがしますね。はい、なかなか悪くない。で、ニーソー、白いニーソーみたいなのを履いてて、で足はやっぱりナイトの甲冑みたいなのを装備してますね。はい、可動領域は普通のフィグマと変わらなくて、足がこんな感じに動いて、膝が動きますね。はい、で、腕もやっぱこんな感じに動いて、360度、回すことができます。はい、で、腕の関節部分が、よっこいしょっと、はい、こんな感じに動きますね。はい、自由なポーズはやっぱりつけられるみたいですね。うん、良さそう。髪の毛がちょっと飛び跳ねてるんで、扱いはちょっと注意が必要ですかね。はい。
僕今手袋してる状態でしょうがないんですけど、ちょいちょい手袋に引っかかるんですね。で、髪の毛の先っちょの方はやっぱりクリアパーツが使用されてて、というかクリアパーツを、塗ってますね。塗って使用されてます。はい、毛先の方はちゃんとクリアですね。はい、なかなか良いですね。やっぱりこういうグラデーション系は僕好きですね。はい、じゃあ早速、ポーズの方を作りに行こうと思います。はい、はい、まずは、パラソルとシールドを装備してみました。結構かっこいいと思います。はい、はい、フィグマだと、体が8頭身になってね、それなりにかっこよさが出てきますね。どちらかというよりかネンドロイドは、そうですね、ちっちゃいから、またかっこよく可愛く見えるんですけども、フィグマだとそうですね、かっこよく見えますね。はい、うん、悪くないですね。うんシールドなんですけども、そうですね、ここの部分に持ち手がありまして、それを手首パーツで、握って持つ感じです。はい、でパラソルのパーツなんですけども、ここの柄の部分が外れて、手に差し込んで、もう一度はめ直すみたいな感じです。はい、なかなか容量は良くて、すぐできますんで、なかなかいいですね。はい、うん、悪くないですね。やっぱかっこいいな。はい、表情パーツを変えて、パーツ、なんだっけ、剣はそのまま、剣とシールドはそのまま、表情パーツだけ変えてみました。はい、これだけはなかなか可愛いですよね。はい、うん。手首パーツがですね、意外と自由に動いて、剣をまっすぐ構えることが可能ですね。はい、なかなかかっこいい。で、可愛らしい。やっぱ、そうですね、今回のレーシングミク、僕は結構好きですね。はい。2013年が一番好きなんですけども、2015も悪くないですね。はい、好きですね。はいはい、パラソルの方を刺して、飾ってみました。なかなかやっぱりレーシング場だけあって、絵になりますよね。はい、なかなか綺麗だと思います。はい、なんですけどね、パラソルがちょっと重いんですね。やっぱりどうしても重くて、腕がちょっと不自然な方向に曲がっちゃうんですね。まあしょうがないんじゃないかなと思います。はい、可愛いんでよしとします。まあ全体的にぐるっと回してみて、こんな感じで、動かしてる間もね、パラソルがぐらぐら動いてるのがわかると思いますけども、やっぱり重いんです。はい重いし、あとここの中心の柄の部分ですね、柄の部分が、柔らかいパーツでできちゃってるので、それが余計に重さをね、余計にこっちちょっと重そうに見えますよね。はい、うん、まあそれでもこんな感じに綺麗に飾れるんであれば、まあ問題ないと思います。ここはフィグマのいいところですよね。はい今回はあまり関節部分も目立ちませんので、関節部分がちょっと気になるっていう方でも、そうですね、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、うん、僕は好きですね。じゃあ、ネンドロイドの方には、フラッグが、そしてフィグマの方にはパラソルの展開状態が、こちらはついてきますね。はい、うん、これなかなかいいと思いますフラッグはどうなんだろう。フィグマの方に持たせられるんですかね。ちょっと試してみましょうか。はい、じゃじゃん。はい、一応フラッグは持てなくはないですね。はい、なんですけども、やっぱ粘土の専用だけあって、ちょっとスカスカですね。はいこんな感じに動いてしまいます。はい、うん、まあ持てるんであれば別に問題はないんで、これでもいいと思いますね。はい、ちょっとミクさん頭重いかなごめんねはい、パラソルを、片手で構えてみました。なんとかポーズになりました。よかったですパラソル片手で持つと、どうしても重心にパラソルに持ってかれてしまうので、うまく決まらないかなと思ったんですけど、案外そんなことなかったですね。はい、これでバッチリ決まったと思います。可愛いですよね。はい、これでよりレーシング場らしい感じになったんじゃないかなと思います。はい、まあ、ぐるっとちょっと怖いんですけど、まあ、見回してみると、まあ、こんな感じになります。はい、うん、腰の振りの部分やっぱ活かしたいですよね。はい、後ろ姿も映したいなと思うんですけど、ちょっと難しいかなっていう感じですかね。はい、うん、やっぱレーシングミックスさんって可愛いですよね。うん、いくよ。はい、ネンドロイドの方でもやりました。モンスターハンターのモンスターたちと対峙させるとこんな感じになります。ティガレックス相手だとちょっと物足りない感じがするんですけども、リオレウスがやっぱり大きさ的に結構大きいので、リオレウスの方がやっぱり合ってるように見えますねやっぱりこう対峙するミクさんかっこいいですよね。はい、うん、悪くないと思います。なんかミクさんが圧勝しそうな感じがするはい、レーシングミク2015と普通の発電ミクさんを、比べてみると、こんな感じになります。もう完全に別キャラの状態なんですけどもミクさんの名残はちょっと残ってますよね。はい、
うん、やっぱり可愛い、どちらもいいですね。可愛いと思います。はい、レーシングミクサーの方がかっこいいという要素がちょっと多いですかね。うん、やっぱりそうですね、あの近頃のミクスさんのフィグマはなんか大きさがちょっと小さくなっちゃって、はい、こっちのミクスさんと比べるとちょっと身長が縮んでますよね。この差は何なんでしょうかね。何があったんだろう一体。こちらのミクスさんベースでも良かったと思うんですけどね。はい、はい、というわけでフィグマレーシングミク2015年バージョンの紹介でした。年度ロイドのレーシングミク2015のバージョンと違って、全体的にかなりそうですね、かっこよく、なってましたよね。はい、後ろの腰のフリル部分もあって、可愛い部分もいくつか見受けられたように見えます。はい。全体的にはかなり気に入ったミクさんですね。はい、そうですね、こう全体的に見てみると、ミクさんというよりかももう別キャラに見えちゃうんですけども、レーシングミクという新しいカテゴリーとして見てみるのがいいのかもしれませんね。はい。そうですね、結構よくできてたので僕はお気に入りです。2016年の新しいレーシングミクさんも出てるので、そちらの方のフィグマ と、それからネンドロイドも出たらレビューしようかなとは考えてます。はい、来年のもそうですね、楽しみですね。というわけで、フィグマレーシングミク2015年バージョンの紹介でした。紹介したのはバシーとミクでした。はい、またね、バイバイ。はい、バッシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と評価をお願いします。チャンネル登録してくれますと新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。パソコンにスマホ、ゲームやテレビで今動画を見てると思うんですけども、その開いてる画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。よろしくお願いします。